どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。皆さん、ナツール何枚持ってますか？はい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 。なるほど。1枚。なるほど。そうなんですよ。星を紡ぐ精霊で今大活躍してるナツールなんですけど、武器が強すぎるせいでさ、よく皆さん見ません？このナツールにナツール継承ね。で、これのせいで編成組めない人めっちゃ多いと思うんですよ。ということで、もう今日はですね、ナツール1枚しか使わない編成で、億長チャレンジをやっていこうと思います。ナツールを1枚しか使わないということなんですよ。編成難易度がかなり下がるわけですね。ということで、今日はナツール1枚編成で億長攻略していこうと思います。編成お借りしております。こんな感じです。でん、ナツール1枚で、しかもこの編成ね、バカ強いっす。これちょっと使ってみた感想なんだけど、先に言っておくとバカ強です。これ、まあ、早速編成紹介していきますね。はい、まずはリーダーからです。ウルザ遅延圧悪魔キラーに突にアワリン武器継承です。はい、で、からのこちら、ズゴックです。スキルブーストプラス、遅延2つにお邪魔目覚め耐性。そして、こちら、エキドナ武器継承です。はい。からの、アテン。冬に上限解放に、遅延に闇軽減。これ必須ね。で、ナツル武器継承です。ここが唯一のナツル枠です。からのミオンです。遅延2つにドラゴンキラー3突。そして、キルバーン武器継承です。からのこちら、ゼロ。スキブにアシスト無効回復潜在。そして、エールストライカー継承です。はい。ラストフレンドがナツルドラゴンキラーチェーン4つにナツル武器継承って感じになってます。フレンドはちょっとね、ごめんなさい、借りてもらっていいですか。で、これ自軍組めればもうめちゃめちゃ簡単にが出ます。これちょっと億長チャレンジ攻略編成でね、ナツル自軍1枚の中では多分トップで楽だと思います。もちろんナツル2枚3枚4枚あったらね、もっと楽な編成ありますからね、軽く盛りまくれるんで。ただもし自軍1枚しかないって人は、もうこの編成が多分もうリスてかもう完璧なんじゃないかな。これ以上はないと思います。これが最強だと思います。なので、ぜひこちら組んでやってみてください。じゃあ今日はね、こちらのナツル編成を使って億長チャレンジやっていこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、ということで、1階層からやっていこうと思います。いきましょう。ちなみにこの編成、レシートが丁寧すぎてですね、これちょっと、本当にレシの通りやってください。もう答えが決まってます、この編成、基本的に。で、プラスでアドリブでね、頑張ってください。まず1階層、ナツル打ちます。ゼロ打ちます。はい。で、ズゴック、エキドナ武器打ちます。で、1コンボ2回組んでいきましょう。あ、なかなか1コンボ難しいもので。はい、で、1コンボ2回組みます。からのアテン、継承ナツル武器打ってあげて、1コンボ組みます。はい、で、ミオン打って、ズゴック打って、ウルザ打ちます。からの正方形組みましょう。こんな感じで組んでいきます。水の無効貫通含んだ13コンボ組んであげて、これで殴っていきましょう。で、回復呼ぶために盤面はできるだけ全力で消してください。まあでも大抵まあ来るきます。はい、2階層です。あ、ちなみに1階層で1コンボする際に1回は必ず回復4ゲージ入れといてくださいね。はい、で、2階層ナツル打ちます。からのミオン打ってあげて、水6プラス回復4ゲージ組んでいきます。こんな感じかな。水6プラス回復4ゲージ組んであげて、耐久です。回復力高すぎだろ、いくらなんでも。なんや、今の回復力。ギュインやん。えぐ。で、地獄からのアテン打ってあげて、水6組んでいきます。こんな感じで。必ず10コンボは含んでもらって、通販していきましょう。アワリン武器のおかげで軽く楽勝で足ります。これで突破していきます。さあ、続きまして3階層です。3階層はウルザとナツルを打ってあげて、水正方形過去泥強1、回復4を含む 10C 組んでいきます。この編成基本的にもうこれがメタになっていて、ナツル打って、ウルザ打って、ナツルの生成とか、ウルザのループとかを合わせながら、泥強1以上含んだ水の正方形プラス 10C を組んでいきます。で、まあこれなんでこの目安かっていうと、単純に後半とかですね、時間がなくなってしまう可能性を防ぐためにも、もうこの10個も目安で殴っていくのがとても強いです。倒せるしね、火力的にも。そうで、4階層です。4階層はミオン打ってあげて、水6プラス3プラス回復4ゲージ組んでいきます。はい、まずはミオン打ちます。これで水6プラス3プラス回復4ゲージ組んでいきましょう。
で、これでまず削ってあげてから、半分でね、回復花火してくるんですけど、ここで最強なのがゼロなんですよ、ゼロ。ゼロマジ強くて、ちょ、見て、ゼロ。いくよ。ゼロ打つと、はい、せーの、ポン。はい、強すぎ。ぶっ壊れチート最強です、ゼロ、マジで。ゼロなんだよね、時代は。で、あとは無効貫通くんで倒していきましょう。無効貫通プラス回復音消し含んで15コンボ。16。これで倒していきます。はい。OK。さあ、続きまして、5階層です。5階層はミオン打ってあげて無効貫通で倒していきます。はい。この、レシートが完璧すぎてさ、俺編成のクオリティも大事だけど、やっぱりレシートが完璧な編成ってめちゃめちゃ使いやすいよな。そして YouTuber からしたらもう泣くほど嬉しいよな。 YouTuber ってやっぱりさ、使う編成が多いから試運転とかの回数も減るわけよ、絶対にね。ここまで丁寧なレシートを書いていただけるとさ、もうさ、なんかもう申し訳ないよね、すごすぎて。で、6階層です。ここはウルザからのナツルからの水録の L 字組んでいきましょう。はい、ウルザ、ナツルで水録 L 字組んでいきます。毒消したいんで回復も消しましょう。はい、これで毒ごと全部消しちゃいます。ナツルの回復力なめんなよ、マジで最強だから、ナツルが最強だからな、ナツルは。おい、はい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 。で、ミオンからのアテン打って倒していきましょう。あれ？水属性吸収食らっちゃったんだけど。脱獄打つか、仕方ないし。ね、これで倒していきましょう。雑貨泥注意していきます。回復はルーレットで作ります。まあ、どこ消したくねえな。これで回復は無理やり作ってあげて11コンボ13。ナツルの回帰力なめんなよ、マジで最強だからナツルがおかしいだろ、回帰力マジで一瞬で回復するもんね、マジやべえ。で、ここは突破時に必ず盤面で、なんて言うんだろう、毒王者も一個も残したくないんですよね、盤面に。なのでまずこんな感じで毒を消しちゃいます、とりあえず優先して。はい、でこれでまず一旦毒消して耐久です。はい、オッケー。でからのナツル打って倒しましょう。ナツル打ちます。で、無効貫通含む全力で倒していきましょう。これはちゃんとコンボ入れます、ここは。これでまあ、とにかく盤面最大組んであげて、無効貫通含みながらの12コンボ、13コンボです。これだったら絶対倒しきれると思うんで、このまま突破していきましょう。OK! さあ、続きまして、8階層です。こいつはぶん殴るだけ。うん。ミヤ持ちましょう。ぶん殴ります。はい、これで。無効貫通含みながら、回復音消し含みながらの13項目でいきます。はい。これでワンパンですね。OK。さあ続きまして、9階層です。木は、まあ、うざいキャラではあるけど、なんとかなるから大丈夫。まず初手1コンボ2回組みます。そしたらここで、ウルザ打って、ナツル打ちます。で、まずは、無効貫通、かっこ泥鏡を含む9焦げしですね。組んでいきましょう。やべ。パズルがやばい。
これで無効貫通含む10コンボ組んでいきましょう。で削り、はい、でからのミオン打ってあげてもう一発殴りです。これで超根性まで持っていきます。はい、オッケー、うん、そしたらここでナツル打ちましょう。ナツル打って水正方形含む全力コンボ組んでいきます。これミスったら終わる、絶対ミスれない。こっち向きでいいのかなという疑問もありながら組んでいきます。これでいいでしょう。これはねギリギリねコンボ数満たしてるはず、全然余裕でした。12コンボ、はい、これで突破していきます。 OK、 さあ続きまして10階層です。うわこいつ水消せない罪なんで5分の1罪、あぶねえ、5分の1罪なんで怖いですね。2発殴るだけです。ちなみにこいつめっちゃきついです、一応言っとくと。まあ当たり前だけどもうみんなもわかると思うんだけど、こいつマジできついっす。まず一旦これで殴っていきましょう。10コンボです。もうだってきつくないわけがないよね。この後にさ記念とか来たら発狂だよ、はっきり言って。でもナツルールド使って倒していきましょう。マジでね、あーどうしよう、いやウルザ使うか、使わなくていいか、いきます。これで10コンボ含んであげて突破していきましょう。この後の記念が来るとどうなるか分かります？盤面がほぼ全部トゲになるんですよ、終わり。でもそれも実はウルタで回復消しゴロ落ちればなんとかなるんだけど、まあ、54だからきついよねってことに変わりはない。でここはどうしようかな、まあとりあえず殴っていきましょうか。ミオン打ちます。で回復消し組みながら殴りましょう。乗れると早いから便利やな、結構普通に早いから便利なんだけどこれで、ミオン使って無効貫プラス12コンボでまずは一発削ります。 OK、 うん、暗闇耐性あった方が楽ですねやっぱり。ナツル打ちます。パズルミスが目立ちますこれ、とても。 OK、 これで回復を消し含む10個も組んであげて倒していきましょう。倒していきます。さあ続きまして12階層、ちゃんとアテンの軽減ある状態で突破していきます。でここアテン派必須なんで1ターン待ちます。お前ふざけんな、やべえことしてくれるじゃねえか、いきなり。指延長あるんで回復だけ作りましょう。ここアテン派すないとワンパンできないんですよ。一旦ここは耐久っすね。ワイドゼロショットが溜まってるんだよな、溜まりそうなんだよな、それが気になってるぐらいかな今は。え、アテンハも打てるやん、最悪、もったいな。ちょ暇だし毒とか消したいけど、まあいいか。これで1ターン耐久で倒しに行きます。はい、地獄からのナツルプラス1コンボ組んで殴っていきます。まず地獄、
ナツル。アテン。ウルザム撃っちゃおう。これで倒していきます。絶対全力。絶対全力コンボチャンネルのユーコロです。よろしくお願いします。時間は全然余裕あるので、まだまだ。趣味特技全力コンボです。よろしくお願いします。さあ、これで。回復音消し含みながら、水無効貫通含みながら、しっかりと地獄エンハンス。間違えた。夏レンハンス、そしてアテンエンハンス含んであげてワンパンしていきます。ナイス最強ナイス。さあ、13階層です。ローレンスは、2ターン目にロック解除が、全ロックが来るので、2ターン目にロックスキルを残しておいてください。今回だとミヨンとゼロがあるので大丈夫です。初手 L 字組みながら殴っていきましょう。はい、まずこれで。13号も組みます。14、15。さあ、これで全6食らいましょう。はい。ドーン、ドーン。これに0返します。はい。で、倒していきます。ルーレットの位置が悪いわ。はい、これで水無効貫通含んで16コンボです。はい、このまま倒していきましょう。 OK、 さあ続きまして、お前光を水に変えろ。え、変えるんかい。変えてくれるんかい。ほな強いや。ここからはミオンウルトで殴っていきます。はい。さあ、ということで少し取り直してるんですけど、1個注意してほしい点があって、ボス1の前ですね、ボス1の前突破する際は軽減ループがボス階層突破時に継続するか考えて突破してください。はい。なので、アテン残り2ターン以外で突破してほしいので、まあ、だからあれだね、アテンの軽減ループの数が残り3かなになってる時には突破しないようにしてください。はい。あれなんだよね、こいつらさ、この階層突破する際にアテンの軽減ループ必須なんだけど、13回数何も考えずに倒すとね、終わっちゃうんだよね。だから注意です。はい。まあ、とにかくここでアテンの軽減ループが継続するようにしてもらえれば大丈夫です。はい。これも11コンボ組んで2パンしていきましょう。OK。さあ、続きまして15回数です。15回数は3発殴っていきましょう。コンボ吸収にだけ注意してください。でちょっとカットも入れながらやっていければなと思ってるんですが、まあ、とにかくもうこの編成は無効貫通組みまくってあげれば強いので、まあ、安心して殴っていきましょう。で、最速でクリアしてる人はもうこの時点でクリアしてるらしい。やばすぎだろ。17分クリアって言ってたから、だいたいここら辺でクリアらしいですね。化け物でしょ。まだ俺ボス2の途中なんだけど。そういう化け物もいるということですね。はい。ここはひたすら無効貫通で殴っていきます。一生無効貫通で大丈夫です。はい。で、なんかこんだけ全力コンボしてるんですけど、これ別に全力コンボ組んだところで3パンに変わりはないんですよ。だから基本的に、無効貫通プラス回復4プラス1コンボですね。10コンボを組んでいくイメージで大丈夫です。一緒に組んだところでそんなに突破のラインは変わりません。はい。なので、まあ、最低コンボで突破していくのが楽でいいです。はい。で、ここはもう超早送りで倒していきましょう。はい。これでしっかりと25コンボ組んであげて倒していきます。で、突破していきましょう。で、続きまして、ボス3段階目。ここも一生殴り続けます、本当に。一生殴り続けてください。俺たちにできることはもうそれだけなんで、ひたすら殴り続けます。てか、BGM 超かっけえな。俺、屋上の BGM ちゃんと聞いたの今回が初めてなんだけど、めちゃくちゃ BGM かっこいいっすね。おしゃれ。はい、ここもウルザ使って全力コンボ組んでいきます。これがさ、最終階層の BGM だったらやばかったな。エキサゼオン以上に好きだったかもしれない。まあ、一応これね、この屋上ってまだ未知の神聖の最終フロアじゃないんだよね。まだそんなかっこよくないわ。
これが最終のボス流れてたらやばかった。いやでもオクション流れてる分にも超かっけえだこれ、やっぱりめっちゃいいね。はい、でひたすら殴っていきます。でちょっと前半 50% カットいたしますね。はい、もうここはほんと殴るだけで、前半は特に負けることもないかなと思います。あの超カリアメザムもないのでパズルも困ることないと思います。弱化ドロップだけ注意しながら殴っていってください。で半分じゃですね、アテンの経験ループが残っていて、かつ HP を全回復という条件を満たして突破してください。まあ、全回復なくても実は耐えれるんですけど、まあ、 あの余裕を持って HP 全回復しておきましょう。はい、でこれで全力殴りです。はい、 OK。 で半分時からですね、超クライムが来ます。これがめちゃくちゃしんどい。こっからがてか勝負。超クライム来てからは普通にパズル難しいので、毎ターンしっかりと火力出すイメージで殴っていきましょう。でここは正直パズル普通に難しいです、マジで。なのでもう己の力を信じてパズルしていってください。で、大抵の場合なんですけど時間は余ってると思います。前半そこまでグダってない限り、まあ、最速クリアが17分っていう時点で、まあ、少なくとも敵キャラの引きが悪くても、まあ、この時点で残り3分ぐらいは絶対あると思うんですね。で目安として4パンで殴り切れる編成なんですよ、この編成って。4回殴れば倒し切れる編成なので、もう焦らずに、まあ、1回のパズルに40秒かな、大体約40秒ぐらいまでかけれるんですよ、3分あれば。なのでしっかりと4パンできるように軽く出して殴っていきましょう。多少盤面の色見たりしてもね大丈夫なんでね。そう、1回40秒を目安に殴っていきましょう。モロのパズルもね、大体1回40秒ぐらいの目安で殴っていってると思います。このペース殴っていけば大丈夫なので、これでひたすら倒していきます。はい、で運がいいとこいつ超クライミー消してくれるんですよ。これでこれが来るとめっちゃありがたいね。これ引けるかどうかは運です。でボスの発揮を食らった場合に関してはゼロを打ってあげれば覚醒無効回復で、ボス発揮を完全に対策できます。この遠征絶対に対策できます。なので発揮を踏んでいいので殴り続けてください。発揮を踏んでいいです。逆にてかゼロ打ってるんで、ゼロ打って光回復を邪魔陣消してあげてみたいな方法取れますので絶対大丈夫です。ひたすら殴り続けましょう。オッケー。まあ、ちょっと発狂踏むか微妙なラインだけど、思いっきり殴ってあげて、こんぐらいでも発狂入りません。結構発狂ライン緩いのかな、多分 5% とからしいので、まあ、4% ワンチャン 4% とからしいので、でラストしっかりと殴っていきましょう。まあなので本当にねこんな感じ、時間もね基本的に余りますし、そんなに焦る必要もなくクリアできる編成かなと思います。今回は僕の動画ね、あのこれめちゃめちゃゆっくりやったと思うんですけど、こんだけゆっくりやった上でだいたいタイムが2分ぐらい残ってるんですね。さあこれで倒していきましょう。これで奥勝てますので、かなり勝ちやすい編成になってると思います。もう組める人はこれめちゃくちゃ強いんで超おすすめです。はい、ということで今回は奥勝をナツル自軍1枚で攻略する動画でした。編成難易度もね比較的低いですし、奥勝編成にしては、でしかもタイムも早く勝てますので、よかったらね攻略してみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。